十点一九は、九百八十八年十月十九日に、神奈川県川崎市川崎区の川崎球場で、ダブルヘッダーにより行われた、日本プロ野球のパシフィックリーグ、ロッテオリオンズ対、近鉄バファローズの試合である。近鉄が連勝すれば、近鉄のパリーグ優勝が決定し、近鉄が一つでも敗れるか引き分けるかで、西武ライオンズの優勝が決定するという状況のもと、 近鉄が第2試合で引き分けて西部のリーグ優勝が決まった。川崎球場は超満員となり、第2試合途中から急遽全国的にテレビ中継が放送され、高視聴率を記録した。2010年に NPB が行った最高の試合、名勝負、名場面調査では、監督及びコーチ、報道関係者の両者が最高の試合の第2位にこの試合を選んでいる。 この項目では、翌1989年の10月12日に、西部球場で行われた、西部対近鉄のダブルヘッダーについても記述する。近鉄バファローズは、1988年6月、タイマ不法所持により逮捕、対談となった手法のリチャード・デイビスに代わる選手として、中日ドラゴンズで、第3の外国人選手だったラルフ・ブライアントを、同月28日に、 金銭トレードで獲得した。同日、首位の西武ライオンズと2位金鉄は8ゲーム差だった。9月15日の段階で、首位西武と2位金鉄は6ゲーム差であった。しかし、ここから金鉄は脅威の追い上げを見せる。西武が9月16日からの7試合を3勝4敗だった。一方、金鉄は8試合8連勝し、9月終了時点で1.5ゲーム差となる。 その後もゲーム差は縮まり、10月4日には西部が負けて、近鉄が勝ったため、2位近鉄に優勝へのマジック14が点灯、翌日の試合にも勝ち、首位に立っている。その年の天候などにより、対ロッテオリオンズ戦の順延が続いた一方、10月22日に日本シリーズの開幕が決まっていたため、近鉄は10月7日から19日にかけての13日間で15、連戦。 一方の西武も7日から16日まで10連戦を戦った。7日8日に近鉄と西武の直接対決で、西武が連勝し再び首位となり、近鉄と2ゲーム差となるが、そこから13日までに、西武は4勝1敗、近鉄が対6テ戦6試合に全勝として、近鉄のマジックが点灯のまま減っていった。14日から16日は共に勝ち、負けが続き、 16日、西部は全日程を終了した。近鉄は17日に、阪急に敗れたため、優勝するためには残る対ロッテ戦3試合に、全勝するしかなく、引き分け一つも許されない状況に追い込まれた。近鉄は、西宮球場から宿舎に移動するバスの車内で、佐々木治が温度を取り、近鉄バファローズの球団家を全員で合唱した。翌日の18日、 近鉄は、川崎球場で行われた、対ロッテ戦に12対2で勝利し、10月19日を迎えた。15時試合開始。川崎球場は快晴だった。初回に、ロッテは、愛孝岳の2ン本塁打で2点を先制。近鉄は、ロッテの先発投手の小川博史に5回に島で無走者、無得点に抑えられていたところで、鈴木隆久の本塁打で1点を返した。 7回裏に、ロッテは2支球により2支1.3塁となったところで、佐藤健一が2塁打を放ち1点を追加、再び2点差とした。鈴木の本塁代行を再び無双者、無得点に抑えられていた近鉄は、8回表1、死から鈴木が、チーム2本目となる安打、続く、吹石徳一の代打、加藤正樹が支球で出塁して1支12塁となったところで、 山下和彦の代打、村上隆行が2点的時に塁打を放ち3から3の同点に追いついた。9回表を迎えた時点で、両チームの得点はそのままであり、当時のパリーグは、ダブルヘッダー第1試合は延長戦なし、9回で試合打ち切りという規定があったため、近鉄は、この9回表に勝ち越さなければ、西部の優勝が決まる状況であった。その9回表、死後。 阿波口健二が二塁打で出塁し、ソーに佐藤淳一が送られた。ここで、ロッテは、リリーフの牛島和彦を投入。続く近鉄の鈴木は、右翼手前に安打を放つ。三塁ベースコーチの滝内渡る彗星は、本塁突入を指示したが、前進守備だった右翼手からの返球もあり、佐藤淳一は三本間に挟まれ、保守、小山正吉に食玉されて噴死。 西二塁となった。ここで、近鉄はこの年での引退を決めていた、梨田正隆を代打に送る。一方のロッテは星を小山から袴田秀俊に交代した。一塁が空いており、敬遠も考えられる状況だったが、牛島は梨田との勝負を選んだ。ボールカウント1ボールからの2球目、梨田は中堅手前に落ちるアンダーを放つ。 二塁走者の鈴木は三塁を回り本塁へ突入。中堅守からの返球が届き、クロスプレーとなるも、鈴木は本塁に滑り込んで生還。近鉄が勝ち越し点を挙げた。生還した鈴木は両手を広げて飛び出した、ヘッドコーチの中西太氏の胸に飛び込み、二人は抱き合ったまま倒れ込んで喜んだ。梨田は二塁ベース上でガッツポーズをした。冷静沈着ななしにとって、 現役最初で最後のガッツポーズだった。9回裏、抑えの吉井正人が、先頭打者、袴田の代打、丸山和人への投球がボールと判定されたことを、不服として、マウンドから駆け降り、球審に詰め寄った。結果、丸山へは支球を与え、続く、水上義雄の代打、山本浩二に対しても2ボールレーストライクとなった。ここで、吉井に変えて、リリーフに、 二日前の試合で9回完投し128球を投げていた阿波野秀幸を送った。阿波谷は一塁走者丸山の守備妨害などもあり西一塁としたが、佐藤健一にこの試合4安打目となる二塁打を許し、続く愛好も2ストライクと追い込みながらも死球を与え西満塁となった。阿波谷は自打者森田義彦を3球三振に仕留めて試合終了。 終了時刻は18時21分で、試合時間は3時間21分。近鉄の勝利により、優勝の行方は130試合目である、第2試合に持ち越されることとなった。また、ロッテはこの試合に敗れたことで、対近鉄戦級連敗となった。金、小野、吉井、淡谷小川、牛島勝、吉井灰、牛島エス淡谷本類が、 金鈴木二十号ソロロ愛好十七号に、乱審判、急審、立花、累審、山本、埼玉、村越、外審、山崎、中村広史試合時間、三時間二十一分第一試合終了から二十三分後の十八時四十四分に、第二試合が開始された。当時のパリーグは九回終了時点で同点の場合、最大十二回までの延長戦を行うとしていたが、 試合開始から4時間を経過した場合は、そのイニング終了をもって、打ち切りという規定もなされていた。試合はロッテが2回裏に、先頭打者ビル、マドロックの本塁打で1点を先制。しかし、試合中たびたびストライクの判定をめぐって、近鉄監督の大木明や、近鉄ヘッドコーチの中西太氏が、ベンチから飛び出し抗議するなど、球場内に不穏な空気が漂いながら、試合は、 進んでいった。愛好によると、第1試合に4安打を放ちながら、第2試合が始まった直後に、近鉄の先発投手、高柳泉の投じたシュートが、左手首に当たって動けなくなった、佐藤健一に対して、扇が聞こえよがしに、痛かったら変われば、と声をかけたことが、ロッテ側の奮撃につながったという。また、第二試合の球審を務めていた。 前川義雄は佐藤が相当痛がっていたので治療に時間がかかった。そこへのこの子やってきた奥義がもっと早くやれないかと余計なことを言った。ゆう富藤は心配してきているので言わなきゃいいのにと思った。厳にやり藤は静止する前にものすごい剣幕であんたに言われる覚えはない。絶対に負けないからと言い返した。この一件が後々まで尾を引いたと実0回している。 ロッテの先発のその川和美に5回までに安打に、抑えられていた近鉄は、6回表西一二塁から、ベンオグリビーの敵地打で同点に追いつく。続く7回表には、一市から吹き石、二市から牧師が、いずれもソロ本塁打を放ち2手を勝ち越した。一方、ロッテも7回裏、先頭打者の岡部明一の本塁打、その後、 近鉄が投手を高柳から吉井に交代すると、西から西村特分の敵地打で同点に追いついた。8回表、近鉄は一市からブライアントが、ソロ本塁打を放ち4対3とし再び、リードを奪った。近鉄は8回裏から第一試合に続いて、あわやを起用した。しかし、一市から高沢秀明が、あわやの決め球スクリューボールを捉えて、 左腰ソロ本塁打を放ち4対4の同点となった。打たれた、あわやは、マウンド上で下を向いて、膝に両手をついて、体を支えていた状態で、その直後の試合展開の記憶がないという。保守の山下のサインはストレートであったが、あわや自身は、ストレートの調子が悪かったとこれを拒否していた。あわやは、なぜ山下さんがサインを出してくれたストレートを、 信じられなかったのかと後悔したという。なお、高沢は後に、ストレートを待って、右翼方向に打とうと準備していたところに、スクリューボールが来て、バットがうまく帰ったと実感している。9回表、近鉄は西後、大石が二塁打を放ち西二塁とした。自打者荒井の打球は三塁線を襲うも三塁手水上の、攻守に阻まれ無得点。 朝日放送制作のテレビ中継で実況を担当していた安倍のりゆきが止める。水上。ディスイズプロ野球。まさに、うちも打ったり洗い。よく止めた水上。白熱のゲームが好プレイを演出。と絶叫したことによって、このシーンやディスイズプロ野球。というフレーズが後年まで語り継がれるようになった。9回裏、ロッテは先頭打者。 古川真一が出塁。続く袴田の犠牲バントの打球を、あわやとなしだが、一瞬譲り合い工作、内野安打となり、無視一二塁となった。ここで、あわやは二塁へ、牽制球を投じた。牽制球は高めに浮き、大石が三塁より方向にジャンプして補給。その体勢のまま、二塁走者の古川と交錯しながら、触れ玉。二塁塁心の荒谷明は、食玉の際に、 古川の足が二塁から離れていたとして、アウトを宣告した。この判定に対して、古川が荒谷に抗議。さらに、ロッテ監督の有藤道代がベンチを飛び出した後に、大石が古川を故意に押し出したとして、大石の走塁妨害を主張した。大石は、以上のプレーについて、現役引退後の取材で、古川の足がベースにつかないように、タッチと同時にを押したと認めながらも、 古川の足がベースについている状態で押したであれば悪いプレーだがこれだけの大一番で誤信して欲しくなかったので足がベースについていないことを確かめた上で押したこれが事実と明言自分の近くで展開された、U、富士の抗議については押そうが遅まいが足がベースについていないのだからアウト実際には押したことがはっきりしているので抗議に出るのは 仕方がないとしても、早く帰ってくれ、ベースについていないことを審判もはっきりと説明してくれとは思ったと語っている。フジが審判団への抗議を始めた時点で、試合時間は3時間30分を過ぎていた。近鉄ベンチから扇が飛び出しあり士に迫り、客席からも馬声や土豪が飛び交うなど騒然とする中、フジの抗議は9分間に及んだ。扇は、次長、 燃えて勝つであり藤の講義を、審義にも取るものだったと振り返っている。対する富藤は、後年のインタビューで、前述した佐藤の支給が講義の伏線になったことを繰り返し、明言。扇監督が佐藤に謝るどころか、もう休めと言ったことがきっかけで、扇の人間性を疑ったと語っている。栗橋茂も、近鉄のヤジがロッテを怒らせた要因の一つだと、 後年振り返っている。結局判定は覆らず一死一塁から試合再開となる。その後ロッテは西村の二塁打などで西万塁としたが、愛イが打った詰まった飛球を左翼手の淡口健二が地面スレスレで候補し、勝負は延長戦に突入した。延長10回てこの回戦闘のブライアントの二塁頃を取った西村の送球を ベースカバーの投手の関清和数が降逸し、失塁を許す。近鉄は代走に、足立と也を送る。続くオグリビーは三振で一死。羽田光一の打球を二塁手の西村が補給。そのまま二塁を踏み、一塁へ送球。閉殺打で三死となり、近鉄の攻撃は終了した。西村のこの時のプレイについて、大木は西村が定位置で守っていたら、 羽田の打球は中前に抜けていただろうが、西村が二塁ベース寄りに守っていたと振り返っている。また、実況を担当した安倍は、西村から聞いた話として、西村は西部よりできれば、近鉄に優勝させたいとこの試合のテレビ放送の言う、心境になり、羽田は右狙いだと読んで、あらかじめ二塁近くで守っていたが、結果として打球がそこに来たと言っている胸を述べている。この時、 時刻は22時41分、試合開始から3時間57分が経過していた。次の延長イニングがなくなる4時間までの残り3分で10回裏の、ロッテの攻撃を終わらせることは事実上、不可能であったが、近鉄ナインは10回裏の守りについた。マウンドに上がった、加藤哲郎は投球練習を省略し、少しでも試合を早く進めようとしたが及ぶべくもなく、 22時44分、西部の4年連続リーグ優勝が正式に決まる。先頭の丸山は、四球、大走に伊藤が送られた。続く、マドロックは、小邪火に倒れた。自打者岡部に対して近鉄は投手を、木下文信に交代、ロッテは代打に、斉藤匠を送る。そして、木下が斉藤と最後の打者古川を三振に打ち取り、 4から4の同点のまま22時56分、時間切れ引き分けで試合は終了した。扇は最後までベンチ中央に二応立ちして指揮を取った。このイニングは悲劇の10回裏と称された。試合終了後、扇をはじめ近鉄ナインはグラウンドに出て整列し、三塁側とレフトスタンドに陣取ったファンへ頭を下げ、挨拶を行った。そのナインの姿に、 観客席で観戦していた上山義則球団オーナー代行は立ち上がって拍手を送り、ファンからはよくやった、ご苦労さんなどの温かい声がかけられた。試合時間は4時間12分。第一試合の3時間21分との合計7時間33分は、ダブルヘッダーの試合時間としては当時の NPB 史上歴代2位の長時間試合となった。金。 高柳、吉井、あわや、加藤明、木下郎、その川、小、西名、関本類が、金吹石2号ソロ、牧師3号ソロ、ブライアント34号ソロロ、マドロック17号ソロ、岡部11号ソロ、高沢14号ソロ審判、九審、前川、累審、高木、荒谷、五十嵐、外審、小林はじめ、小林進む試合時間。 4時間12分西武七73勝51敗6分、勝率。589近鉄74勝52敗4分、勝率。587最終順位は1位、西武、二2位近鉄。最終ゲーム差0.0、勝率差はわずかに、002だった。監督就任1年目にして10.19を演出した扇義は悔しいが、 これだけの粘りを見せた集団と一緒にやれた幸せを、しみじみと感じる、こんな立派な試合ができて、私自身も感動したし、ファンの方にも感動を与えることができたのでは。残念だけれど、悔いはないとコメントを残している。近鉄関係者は、宿舎である東京都港区内のホテルに戻る時も裏方も、含めて泣いており、宿勝会の準備がなされていたホテルの宴会場で、 佐伯木勇オーナーも顔を出して、残念会を行った。骨折で戦列を離れていた、金村義明は、みんな、すみませんでしたと、土下座してみせた。またこの試合を最後に対談したオグリビーは、トイレで人目をはばかりながら、涙を流していた。大は10.19の時のチーム一体感について、辞女、燃えてかつでも振り返っている。 この試合に出場した近鉄の選手たちが現役引退する際、選手生活で一番印象に残る思い出はという質問に対して、ほぼ全員が10.19のダブルヘッダーと答えている。この後、時間制限や引き分け制度への会議論が相次ぎ、パリーグでは4時間の時間制限が撤廃された。セリーグは1990年から延長15回。 引き分け再試合制を導入したが、2001年から延長は12回として引き分けを復活させた。その後、2011年から2012年に東日本大震災による電力供給不足へ対応するための特別ルールとして、ーパ橋に時間制限が再導入されたこともあった。現在の川崎球場のメインスタンド、写真左後方から2番目の建物が、 ハウスプラザかドクラである。ロッテは1978年に川崎球場を本拠地として、以来、慢性的に観客動員数が伸び悩んでおり、この1988年も前年より観客動員数は増えたが12球団再開であった。球団は、当時、1シーズン全試合予行こうの無料招待券を、近隣住民をはじめ多くの人々に大量に、 配布していたの席数などを含めて3000人などと公式発表するケースが多かった。だが、この日は朝から無料招待券を持った客や各地から動員された近鉄ファンが退去して押し寄せ、球場の定員を大幅に上回る人々が集まった。指定席は定数分の入場券があらかじめ用意されておらず、さらに自動発見機がなかったため、 不足した分は窓口の係員が座席表を確認しながらゴム印で石板を打つという手作業で発見した。さらには大人用の台紙を使い切ってしまったため、精進用の台紙の小人の表記をペンで消去して使い回し、さらに指定石管売前に石板なしの立ち見券を発行するという異例の対応をするなど、係員は終始発見の対応に追われた。 それでも発見が追いつかず、球場周辺には長蛇の列ができた。第一試合開始の15時前には、チケットは売り切れになり、無料招待券で入れる自由席に入場制限がかけられた。入場できなくなった人は球場に隣接する雑居ビル、マンション、アパート等の上の木材橋に観戦場所を求めて集まり、右翼側場外にあるマンション、ハウスプラザ角倉は階段や踊り場。 さらには屋上までが人でいっぱいになったほどだった。第1試合に近鉄が勝利したことで、さらに観客が球場周辺に押し寄せた。さらに売店は、当時の川崎球場は施設そのものの老朽化が進んでいた上に、普段から観客数が少なかったことから、設置数がもともと少なく、すべての売店がメインスタンドのネット裏周辺のみに集中して設けられており、 外野スタンドには物販スペースが一切設けられていなかった。また売り子による巡回販売も行われていなかったため観客は自ら売店へ足を運ぶ必要があった。そのため一階スタンド下の売店と場外のうどん店、ラーメン店、お好み焼き店や自動販売機には場内の観客が次々と詰めかけて長蛇の列を作った。さらに第一試合と 第2試合の間のインターバルが夕食の時間とほぼ重なったため、第2試合が始まる頃には、ほとんどの食べ物、飲み物が売り切れ、食事を取るのに支障が出てしまった。当時の川崎球場のトイレは、すべて男女共用でしかも、鍵が壊れたものがあり、実際に女性が利用できる場所は、ネット裏1階の実質1カ所しかなかった。さらに内外やスタンドのベンチも割れていたり壊れている。 ものが多かった。試合後、来場したファンから、施設やサービス面について、球団や、球場施設を管理する川崎市に苦情が数多く、寄せられたため、川崎市市議会は1989年度の予算委員会で議論を行い、日本共産党を除く賛成多数で、川崎球場の改修工事の予算を承認した。改修工事は1八十九年秋から、 段階的に着手。89年秋、内野一般席、外野席椅子、スタンド壁面塗装工事、防球ネットかさ上げを行い、翌90年には、グラウンド全面人工芝か、スコアボード電光表示か、指定席椅子取り替え工事を完了させた。こうした、改修の会もあって、1991年には、ロッテは、球団史上初の観客動員数百万人を、 記録する。しかし、ロッテ側の根強い不信感を完全に払拭することはできず、同じ年の1991年の7月には、茂光明夫球団社長代行がすでに、千葉市の千葉マリンスタジアムへの移転を表明していた。川崎市側の懸命な引き止めも虚しく、翌1992年のシーズンからは、正式に千葉への移転が決まり、以降、 川崎球場を本拠地とする球団が現れることはなかった。ロッテが去った後、川崎球場はアマチュア野球やプロレスなど各種スポーツの会場として使われたが、2000年3月31日をもって平場に至った。平場後はスタンドの撤去や数回にわたる改修工事を経て、2014年から川崎富士見球技場という名称で再オープン。 再オープン後は、フットボール全般、ラクロス、ゲートボール、グラウンドゴルフに利用されている。ただし、マウンドを撤去したほか、グラウンドの形状もダイヤモンド型から球技場型に改造されたため、スタジアムでは野球やソフトボールの利用を原則として認めていない。なお、当初は川崎球場の運営法人がスタジアムを運営していたが、 指定管理者制度の導入を経て2015年3月31日付で解散。翌4月1日からは施設の保有権を川崎市が引き継ぐ一方で富士通との施設命名権契約によって富士通スタジアム川崎という故障を用いている。もっともスタジアムとしての再オープン後も川崎球場時代の照明塔のうち3基が稼働しているほか上記の工事後も ガイアフェンスやネットの一部が残されている。また、スタジアム内の管理事務所に設けられているギャラリーには、10.19に関する展示物が一般向きに公開されている。スタジアム会場後最初の10月19日には、スタジアム内でイベントが催されていなかったにもかかわらず、10.19の面影をたどる人々が、スタジアム周辺へ自然に集まる事態に至った。 この事態を受けて、翌2016年からは、毎年10月19日に、10.19関連のイベントをスタジアム内で開催。10.19以降に出生したにもかかわらず、各種メディアでの解雇番組、企画などを通じて、当日の状況を知った世代を中心に、参加者が年々増加しているという。テレビ朝日系列の準機関局で、近鉄の地元、 大阪府に本社を置く朝日放送が、ロッテ球団から2試合分のテレビ中継券を取得。第1試合開始の15時から、完全性中継を実施した。1988年のパリーグは、降雨による試合中止が例年より多く、ロッテ対近鉄線の消化がとりわけ遅れていた。9月26日から29日までの間にも、川崎球場で4連戦が予定されていたものの、 3試合が、降雨で中止。パリーグの事務局では遅くとも10月19日の優勝決定を想定していたため、降雨中止分のロッテ対近鉄戦を、18日に1試合、19日にダブルヘッダーで2試合消化する方向で公式戦の日程を組み直した。ABC で当時スポーツ局次長とスポーツ部長を兼務していた高田53郎は、 9月末にロッテ対近鉄戦が3試合中止になったことを受けて、このカードがおそらくパリーグの最後に回って優勝を決める大一番になると予想。ロッテ球団が川崎球場における主催試合のテレビ中継の許認可権を有していたことを背景に、かねてから懇意にしていた当時の近鉄球団営業部長吉川隆を通じて未消化試合のテレビ中継を ロッテ球団に打診した。この打診に対してロッテ球団は在京のテレビ局から中継の申し込みがなければ中継は可能と回答。結局他局が中継を申し込まなかったため ABC スタッフの乗り込みによる19日開催分のテレビ中継が実現した。第1試合については福岡県の九州朝日放送と 宮城県の東日本放送でも朝日放送制作の中継を第1試合から同時ネットで放送した。ABC で第2試合の時間帯に編成されていたレギュラー番組のうち、はあやっこですについては同局のみ放送枠を臨時に移動。テレビ朝日と大半の系列局に対しては上記の時間帯に裏送り方式で放送した。 当時20時20時54分に放送されていた B とたけしのスポーツ大賞については ABC のみ後日の振り替え放送で対応した。テレビ朝日では自社で保有する系列局向けの中継回線を対応するなど ABC によるテレビ中継の制作に協力。当初は自社の放送対象地域である関東地方向けに第2試合を中継することを予定しておらず。 前日の、はヤっコですも、ABC からの裏送り方式で放送したが、パオパオチャンネルとニュースシャトルで ABC の中継映像を使用。パオパオチャンネルでは、大熊英二による電話リポートニュースシャトルでは、第2試合実況の安倍が中継で試合経過を伝えていた。しかし、このような対応を繰り返すうちに、試合の経過を知った視聴者から中継の延長を、 求める電話が数百件にもわたり、テレビ朝日に殺到。さらに、局内のどこへ行っても、誰もが ABC からの裏送りで、局内向けに流れている、テレビ中継を見ているという有様でもあったため、編成局では20時以降の第2試合中継の放送をめぐって、競技に入った。競技では、B と、たけしのスポーツ代償と、さすらい刑事旅上編の、 全面差し替えも検討されたという。結局、21時から10分間だけ中継を放送した上で、さすらい刑事以降の番組の放送開始時間を10分ずつ遅らせる方針に落ち着いた。本来は22時から放送するニュースステーションのスタッフは口実する事情から、10分遅れで番組スタートという方針に異議を唱えたものの、テレビ朝日の編成部では、 スポンサーや系列局との接触を開始、いずれも了承を得られたため、第2試合途中の21時から全国放送に踏み切った。実際には10分で切り上げる予定だった中継の時間延長を繰り返した挙句、21時30分を迎える直前で、さすらい刑事の休止と22時までの中継延長を決定。結果として21時台は、 CM なしの中継が続いたため、事実上、サスプロとして放送された。以上の対応を直々に指示した、斉田有造は、中継を見ながら、身を切るような偉いことをしているという思いに何度も、苛なまれたという。上記の措置によって、ニュースステーションは22時から放送を開始したものの、メインキャスターの久米博氏はオープニングで事情を説明。今日はお伝えしなければならないニュースが、 山ほどあるのですが、このまま野球の中継をやめるわけにもいきません。どんな番組になるか今夜はわからないんですが、伝えるニュースもいっぱいあるし助けてくださいという表現で視聴者に理解を求めた。結局、当初予定していた企画をすべて休止した上で、第2試合の中継を事実上優先。講師交代の合間などを縫って、主なニュースを伝えた。22時41分に、 羽田の併殺打によって、西部のパディング優勝が決定すると、第2試合の中継と並行しながら、西部ライオンズ球場のライブビジョンで、テレビ中継の映像を見ていたファンの様子を、取材していた石橋浩二が生中継で伝えていた。ニュースステーションでは、1988年12月30日の年内最終放送で、このダブルヘッダーに関する特集企画を編成。 第2試合のテレビ中継で実況した安倍が、川崎球場からの生中継に登場したほか、近鉄、ロッテテレビ朝日、日刊スポーツの各関係者による証言 VTR を放送された。21年後の2009年2月7日にはテレビ、朝日系の特別番組、伝説のスポーツ名称 V も明かされる、舞台裏の真実でもこのダブルヘッダーが取り上げられており、 ニュースステーションと同じように、近鉄、ロッテテレビ朝日の各関係者の証言 VTR を元に放送されていた。また、テレビラジオとも中継を制作した ABC では、試合から30年後の2018年に、平成30年度芸術祭参加作品として、10.19、7時間33分の強くという、ラジオドキュメンタリーを制作。同局のスポーツアナウンサーで、 中継のスコアラーを務めていた伊藤文隆が近鉄関係者へのインタビュー取材とナビゲーターを担当したほか、第1、第2試合のテレビ中継の実況を収録した音源を盛り込んだ。同年11月18日に朝日放送ラジオでこの番組の本放送を実施したところ、2019年の日本民間放送連盟賞、ラジオ報道部門の優秀賞や、 第56回ギャラクシー賞、ラジオ部門の選賞を受賞した。試合からちょうど31年後の2019年10月19日には、以上の受賞を記念して、第1試合が催された、時間帯に再放送を実施している。10.197時間33分の強くで、プロデューサーを務めた、ヤギハラ・は、10.19の当日に、朝日放送のスポーツ部員として、 同局の本社でテレビ中継映像の編集作業へ従事。ナビゲーターの伊藤も当時はスポーツアナウンサーとしてはまだ若手だったことから近鉄線中継の実況、リポーターや近鉄のチーム、選手取材を主に担当していた。制作に際してはラジオで放送するにもかかわらず、八木原と伊藤の意向で安倍による第2試合テレビ中継の実況音源を使用する。 ことを決定。第2試合のラジオ中継で実況していた竹千香に、八木原からこの意向を伝えたところ、部の先輩でもあった安倍が政策の前年に、永明したばかりであることを背景に、安倍さんの実況を使ってくれ。俺からも頼むとの表現で快諾されたという。当初はロッテ関係者への取材も検討していたが、1時間の放送枠では取材の成果を収めきれないことが、 予想されたため、結局は、近鉄関係者6名への取材だけに留めた。ちなみに、八木原は、10.19の後に、熱湯甲子園で、チーフプロデューサーを務めた経験を背景に、10.19? について、プロ野球も、高校野球も一緒やなぁと思わせる、熱さがあった。番組の制作を通じて、当時気づかなかったゲームとしての価値が30年後に、 改めて見えてきたことを含めて人生を豊かにしてくれる財産になったと思うと10回している。監督の森正明は10月17日には近鉄が敗れた時点で近鉄が残り3試合に全勝しない限り西部の優勝が決まる状態の時は平静な心境であったが翌18日に近鉄がロッテに対象する。 ここに至って森は近鉄に10月だけで7杯目のロッテの余りの不甲斐なさに呆然とし動揺が生まれたという結果待ちとなった西武は当日西武ライオンズ球場の一塁側内野席を無料開放しスコアボードの大型映像装置でロッテ対近鉄線を生中継した監督以下選手たちも西武球場に待機していた 第一試合の7回裏、ロッテが2点リードすると選手たちはユニフォームに着替え、胴上げのためベンチ入りした。しかし、森は、ことが決まるまでは、とユニフォームを着ることを拒んだ。第一試合が、近鉄の勝利となって、第二試合が始まる頃、森は、試合に、一気一遊するより、来期に向けた話し合いをした方が気が休まるとして、周期キャンプの会議を始めた。だが会議後、 内野守備総類コーチの井原春樹は精神的苦痛のためか一旦帰宅したといい森は球場の駐車場に停めてあった自分の車に乗り込みラジオで試合の行方に耳を傾けていた延長10回裏西部の優勝が確実になった状況で新聞記者たちが集まってきたのに対して森はまだロッテの攻撃時間があると押しとどめロッテよ 攻撃に時間をかけてくれと祈り、後に辞書で待つ身の辛さを振り返っている。当時、西部に所属していた大久保博元は自身の公式チャンネル上で当時を振り返り、第2試合を観戦するため食堂に集まっていた西部の選手全員が試合が進むにつれて近鉄に勝たせたい近鉄でいいよという気持ちに変わっていった。西部の優勝が決まった後、 絶対に本シリーズで勝つ、あの連中の気持ちも組んでいくと、選手が一致団結したという。22時44分、正式に、西部の優勝が決まると、森は、西部球場に集まった数百人のファンの前で、選手たちに胴上げされた。森は、周囲の辛さ学んだ、近鉄の壮絶な戦いに、身震いするほどの感動を覚えた、この世界に生きる人間として、 頭が下がるとコメントしている。なお、当時は昭和天皇が闘病中であったことを考慮し、ビールかけやセゾングループ各社での優勝セールは自粛。翌年1月7日に昭和天皇が崩御したため、昭和の言語として最後のパリーグ優勝チームとなった。西部は1988年の日本シリーズで中日ドラゴンズと対戦して、 日本選手権を制したが、その時に、清原和弘のコメント、これで近鉄に、顔向けができるを、扇が聞いて、辞書、燃えて勝つでも、パリーグの繁栄につながる、視点、感激などとして書いている。この年のセリーグ優勝チーム、中日ドラゴンズ監督の星野先一は、選手たちも、西武とやりたいと言っていた、横綱に胸借りるなどのコメントを出した。 シリーズに備えて合宿中の同級団は、選手たちは宿舎でテレビ中継を見ていて、この日は夕食後のミーティングも行われなかったという。パリーグの優勝決定は、この近鉄の最終戦までもつれたが、西部、近鉄両球団とも、日本シリーズの前売り入場券の代紙をあらかじめ作成していた。また、名古屋球場開催分の入場券は、 対戦カードを中日対パシフィックリーグ優勝チームと表記した。ベースボールマガジン社は日本シリーズの公式プログラムを長年作成しているがパリーグの優勝決定がもつれたため西部優勝版と近鉄優勝版の2種類をあらかじめ作成。また同社出版の雑誌、週刊ベースボールなどでも同じ対応を行った。この日の夕方、阪急ブレーブスが オリエントリースに売却されることが発表された。この日のスポーツマスコミは10.19の行われていた川崎球場からも各社の遊軍記者が大阪に向かうなど半球未来の対応に追われた。阪急はこの発表の記者会見でパリーグの優勝決定の日にということを浴びる趣旨の発言をしたものの1 0一9の数日前に日刊スポーツ 大阪本社の人物が、阪急の取材を行っている、会話の席上で、阪急球団幹部が、近鉄優勝を争いに話題が集中していた状況について、こっちもドカンと言ったるわいと発言していたという。新聞社では、阪急身売りの内容が、有観誌には間に合わず、号外を出して対応した。この日ダブルヘッダーを戦っていた近鉄ベンチにも、阪急の身売りのニュースは、 1> 第1試合と第2試合の間の頃に伝わったという。なお、この年、阪急と南海が売却されたことによって、パリーグ創設の1950年以来、経営母体を一度も変更していなかった球団は、近鉄のみとなった。10月20日のスポーツ紙は、日韓スポーツと産経スポーツが、阪急未売を一面で取り上げた。セリーグ社の中日の親会社のスポーツ紙、 中日スポーツの一面は、待っていろ、セーブという内容だった。また、10.19、セーブ V4 を一面に取り上げたスポーツ誌もあった。一方、一般誌は、ほとんどの新聞で一面で、セーブ優勝とともに、阪急の身売りも平気し、運動面のみならず社会面でも10.19やセーブ、優勝、阪急の身売りを詳細を掲載した。日経は、社会面で、 信じられないというファンの声を掲載。朝日新聞は、運動23面で、西部の優勝と19日の試合の戦表、阪急の身売りの記事を掲載し、まさに晴天の壁靂阪急のオリエントリースへの身売りは、そんな感じだったと評した。23面では、西部の優勝原稿と西部と近鉄の終盤戦の戦いぶりをまとめた。3面総合面。 時事国国では日本シリーズの放映権をめぐる TV 局の獲得争い主催ゲームとなったロッテ球団が近鉄戦で多数の観客と臨時の TV 中継で七ボタの臨時収入を得たことすでにリーグ優勝を決め日本シリーズでの対戦相手を見定めていた中日の西部優勝を受けての監督選手らのコメントを伝えるなど19日の試合の 舞台裏をまとめた記事を掲載した。毎日新聞は一面に西部4年連続 V の見出しで西部の監督の森がンに胴上げされる写真を掲載、また阪急の見売りの記事を掲載。運動面では26面と27面にまたがって近鉄線の戦表と西部の優勝原稿を掲載27面に阪急の見売り記事を掲載した。社会面でも 近鉄線の盛り上がりを取り上げた記事と共に、半球の身売りに関し、半球ファンの驚きの声を掲載した。ベースボールマガジン社、プロ野球70年史は、1989年のパリーグを10.19の雪辱果たして、としている。1989年のパリーグペナントレースは、オリックス・ブレーブスが開幕8連勝と開幕ダッシュに成功し、6月末時点で2位。 近鉄に最大8.5ゲーム差をつけた。ここから近鉄がもうつい、7月を14勝6敗1、分けで大きく勝ち越し、オリックスを捉え、8月に首位に立つと一時は2位に4ゲーム差をつけた。しかし、その後足踏みし、西武、オリックスに差を縮められる。西武は序盤再開に低迷したが、6月、オレステスデストラーでの加入で勢いを取り戻し、 8月は16勝7敗1分、9月は15勝6敗と、猛追オリックス、近鉄に追いつき9月15日には首位に立つが、近鉄、オリックス、西武ともに混戦から抜け出せないまま10月を迎える。この年、近鉄、オリックス、西武は熱波三強と呼ばれた。9月29日の時点で、首位西武と2位オリックスは2.5ゲーム差。 西武と3位近鉄とは3.5ゲーム差の状態だった。9月30日、10月1日の西武ライオンズ球場での西武対オリックスに連戦は、4対5、5対10でオリックスが連勝し、ゲーム差を0.5ゲームに縮めた。10月1日の試合後、オリックスの監督の上田理事は、これで面白くなるぞと記者団へコメント。3日からの藤井寺球場での近鉄対。 オリックスの最終4連戦は3日は3対0で、近鉄が勝利。4日は8対11でオリックスが勝利。5日は4対5でオリックスが勝利。首位のオリックスに3ゲーム差となり、自力優勝が消滅した近鉄は、同日、球団創立以来のオーナーの佐伯勲が成居、チームには試合終了後に知らされた。一方の西部は、対福岡大栄ホークス戦で、 3回までに西部が8対0とリードするが9回表に一挙八点を失い12対13で敗北。西部の監督の森は退任後の辞書でこの5日の逆転負けが10.12の連敗以上に痛かったと書いている。この時点でオリックスにマジック8が点灯した。6日、近鉄は 対オリックス戦に1点差リードで迎えた9回表に逆転されるも、その裏に、坂井勤を攻め、1四万塁一打逆転サヨナラの場面で、淡口健治が、内野ゴロの間に同点に追いつき、10回、ウラハーマンリベラのサヨナラ3ラン本塁打で5対2で、勝利。西武は、対日本ハム戦で、デストラーデが打った2本塁打を、 各大限が守りきり関東勝利を挙げて、2対1で西部が勝利して、再び首位に立ち、オリックスのマジックが消滅した。7日、近鉄は、対日本ハムに連戦の初戦を迎える。3回に、ブライアントが3ラン本塁打を打ち先制すると、2点差に迫られた6回には、村上隆行が本塁打を打ち、その後1点差に迫られるも4対3で逃げ切り勝利。西部は、 対大英戦で11支給を選びながらも、三発に安打に抑えられ1対2で敗戦。オリックスは、対ロッテ戦に11対9で勝利し、オリックスが再び首位に立つ。8日、近鉄は、対日本ハムに連戦の2戦目は、あわやが新人時代からのライバルであった、西崎幸宏と初となる直接対決となったが、またしても3回裏に、ブライアントンの本塁打で先制すると、 6回裏にも3点を追加4対0で完封勝利を挙げ、対日本ハムに連戦に連勝。オリックスは、対ロッテ戦で初回に、藤井康夫の2乱本塁打で先制するも、5回に先発の佐藤義則が連打を浴びて、逆転を許し、打線も2回以降は村田長次の前に沈黙し、2対3で敗戦。この日、試合のなかった西武は、オリックスとゲーム差なしで、 勝率で再び首位に立った。9日ゲーム差なしで迎えた西武対オリックス最終戦は11対2で西武が勝利。近鉄は対ロッテ戦で中盤まで4点リードするも7回表に一挙5点を奪われ6対7で敗れたため近鉄は残された西武との4試合のうち2敗を喫した時点で優勝が消滅するという状況に追い詰められた。この段階で 首位西部と2位オリックスは1ゲーム差、西部と3位近鉄とは2ゲーム差の状態で、10日からの西部球場での西部対近鉄直接対決3連戦を、オリックスは川崎球場でのロッテとの4連戦を迎えた。10日、西部対近鉄戦で西部が敗れ、オリックスが対ロッテ戦に勝利すれば、オリックスにマジック4が点灯する状況だった。試合は、 一進一退となる中で、8回にリベラが決勝弾となる、ソロ本塁打を打ち、3対2で近鉄が勝利した。オリックスは先発の山沖幸彦が1回31球、6失点で越されるなど2試合連続で、投手陣が総崩れとなり、4対17でロッテに敗戦し、3連敗となり、勝率差で3位に転落。この日、近鉄の自力優勝が復活した。 11日は雨のため、西武対近鉄戦、ロッテ対オリックス戦とも2試合中止、両試合とも急遽翌日にダブルヘッダーが組まれた。この2組のダブルヘッダーで、西武が近鉄に連勝し、オリックスがロッテに1引き分けか、西武が近鉄に1勝1分となり、オリックスがロッテに1敗、または2分となれば、西武の優勝決定、という状況であった。 この日について、第2試合に先発登板した、あわやは、1 0 1球でも負けていないことから、ダブルヘッダーと決まった時点で、容姿となったと振り返っている。一方、監督の扇は、最終戦となる、西武戦まで考えて、最悪でも一つ勝つと考えていた一方で、パリーグはすごいんだぞ、という舞台作りを念じていたことが、現実になったと思ったという。第試合は、 近鉄は、ラルフ・ブライアントが、西武先発、各大限から、0から4の4回表に、ソロ、6回表に同点に追いつく、満塁本塁打を放つ。そして5から5で迎えた8回表、再びブライアントに打席が回り、西武はブライアントをこの年14打席8三振、また、来日以来非本塁打0に抑え込んでいた、渡辺久信を登板させた。しかし、 ブライアントは1ボール2ストライクから内角高めの速球を右翼スタンド最上段にソロホン・ルイザを放ち勝ち越し。打たれた渡辺久しはマウンド上で膝をついてしゃがみ込んだ。第一試合は6から5で近鉄が勝利。ブライアントは自らこの時点でアンビリーバブルと叫んでいた。続く第二試合は2から2の3回表、ブライアントが 西武先発、高山育夫から均衡を破る、ソロ本塁打を放つと続くリベラ、そして鈴木にも本塁打が出て、たちまち4点差、さらに4回と5回にはこの年不審の工藤ア康から6点を奪うなど、西武の戦意が失われたかのように、近鉄ペースで試合が進み、14から4で西武に連勝した。ブライアントは、第二試合のソロ本塁打で四打数連続本塁打を、 達成。奇跡の4連発と語り継がれている。オリックスは、ロッテとのダブルヘッダーを10から2、14から2と連勝した。10月12日終了時、首位は、近鉄、ゲーム差なしで、オリックスが続き西部は1ゲーム差の3位に交代した。この日近鉄に、マジック2が点灯、オリックスと西部の自力優勝が消えた。まさかの連敗で優勝が、 一点困難になった西部の監督の森は第2試合終了後、なかなか報道陣の前に姿を現そうとしなかった後に、これで絶望的になったということだなと敗北宣言した。また、第1試合で決勝本塁打を打たれた渡辺久氏は降板して引き上げるところを追いかけてきた森から、なぜフォークボールをと叫ぶように言われたことから、 監督としてのショックの大きさへの理解を前提に、後に指導者になった時に、結果だけを見て話すことは、絶対にしないこととしたという。なお、この渡辺久志の配球は、ブライアントから三振を取るには、高めの速球が有効というデータに基づいたという。一方、核が満塁本塁打を打たれたのも、高めの速球で、プロ野球70年史は、こうした投球を、 見入られたようにと表現している。この10月10日から12日の西部対近鉄の三連戦では、当時、猛牛キラーと称された西部のドラフト1位ルーキー、渡辺富雄は登板しなかった。10月9日の対オリックス戦に先発して8回、1、3を投げて、勝利投手になっていた渡辺里氏は、前年10月に受けた右肘の軟骨除去手術との関係で、 当番間隔を考慮する必要があった。しかも、優勝争いも、15日の近鉄対、西部最終戦まで続く可能性があった。西部、近鉄24回戦、開始14時30分西部13勝11敗金、高柳、佐藤周池上、加藤明吉井、山下西、各、渡辺久石井、伊藤、中田勝 加藤明杯、渡辺久志です。吉井本類田、金ブライアント46号、47号、48号西、辻3号審判、急審、井原氏、し、瑠審、東、中村博し、山崎、外審、小林はじめ、最多試合時間、3時間18分西部、近鉄25回戦、開始18時11分西部十13勝12敗金、あわや、 木下、山下西、高山、西本、工藤、松沼博、市、山根、伊藤、中田、大久保勝、阿波屋灰、高山本瑠瓦、金ブライアント49号、リベラ24号、鈴木19号、20号西清原35号審判、急審、寺本、累審、荒谷、小林はじめ、中村実、のる、外審、東、山崎試愛時間、 3時間38分この3ヘレン戦は10月10日と9月12日の第2試合が全国ネットでテレビ中継され、12日の第1試合はフッチテレビが録日ハイライトと生中継を混ぜて担当し、かつてのライオンズの本拠地だった。福岡のテレビ西日本にもネットされている。12日の試合はテレビ埼玉でも生中継した。同試合に順延となった11日は本来、 tbs の担当予定だったが、異常された。なお、川崎球場のロッテ対オリックス戦もテレビ神奈川を中心に第1、第2試合ともに生中継されている。12日のダブルヘッダーの視聴率は、ビデオリサーチ者発表によると、第1試合10.2%、第2試合21.9%であったことから、スポーツ日本では、終盤の優勝争いの放送に向けての、 実績づくりのために1990年当初はパリーグの中継が多くなる可能性に言及している。10月13日、川崎球場でのロッテ対オリックス最終戦。オリックスはロッテ先発、その川和美から1回表にブルマーウェルズが先制の本類だ。続く2回表には藤井康雄の本類だ。4回表には ブルマーノに打席連続本塁打で3点を先取するが、先発、佐藤義則が5回裏、愛孝岳志に3ラン本塁打を打たれ逆転。8回表に1四万塁と反撃するが、その川をリリーフした、イラブ秀樹に後続を打ち取られ、オリックスは5から3で敗戦。近鉄のマジックは1になった。この試合は、TBS テレビが十九時三十分、二十時十四分の時間帯で、 全国中継を行った。この試合の勝利投手となったその川は先日の通り、10.19の第2試合の先発だったもので、コメントは、敵役は慣れているものだった。この日試合のなかった、近鉄監督の扇は、その川に因縁を感じたという。オリックスは、9月までロッテに対して14勝5敗、1分けとかもにしていたが、10月以降は3勝3敗と、 勝ちを伸ばせなかった。10月14日、藤井寺球場での近鉄対福岡、大英ホークス戦。近鉄は1回裏に、鈴木隆久の犠牲フライで1点を先制。4回裏に、山下和彦と、荒井博正の敵地打による3点。5回裏に、リベラのソロ本塁打で、稽古点を挙げた。中1日で先発して6回まで無失点の加藤。 鉄郎が7回表に1点を返され1し12類となったところで、投手をこれも中1日の阿波やに交代。スタンドからは阿波やコールが沸き起こり、阿波やは後続を断った。8回表は、プロ初打席の大同点量に2塁打を打たれたのを、きっかけに1点を返され、なおも1し12類のピンチだったが、岸川勝也の投手教習の打球を、阿波やが候補。 一塁に送球し、閉殺に切り抜けた。9回表は、鈴木が、山本和則の宇宙艦内飛球をフェンスに、激突しながら候補。続いて二塁手、大石大二郎が、藤本博のイレギュラーバウンドした打球を、ジャンピングキャッチと連続ファインプレーでにし、続く、伊藤敏文に対してのあわやは、10.19第2試合で、打たれた、本塁打を意識し、 速球を投げ続けて三振に打ち取り、近鉄が5から2で勝って試合終了。近鉄はオリックスをゲーム差なしの勝率一輪差で上回り、9年ぶり3度目のリーグ優勝を果たした。近鉄と1989年の日本シリーズを戦うこととなった読売ジャイアンツの監督の藤田元次は、報道陣に近鉄の優勝について質問が及ぶと、 稀に見る3球団混戦を勝ち抜いたことへの敬意を示し、近鉄とは初めての日本シリーズとなることについて聞かれると、投手陣、打撃陣ともに素晴らしいものがある。手強い相手だが胸を借りるつもりで行くと述べた。なお日本シリーズは近鉄が3連勝と先に大手をかけたが、巨人が4連勝で逆転で日本一となった。だ、村田、藤本治、ううち か川わ加藤かとうあきら、あわや、やまる、かとうあきら勝二敗一 s 敗、村田六勝八敗 S、あわ十九勝八敗一 s 本塁打、リベラ二十五号審判、急審、村田、累審、林ただし、前田、長見、外審、岡田あきら、柿野健この試合は、レギュラー番組を休止して、当日十九時から、ABC テレビを制作局として、アンケーレツで、 生中継され、29.5%の高視聴率を獲得した。実況は、ABC の大田元春が担当し、前年10.19の第2試合を実況した安倍則りは、近鉄ベンチレポートを担当した。近鉄71勝54敗5分勝率。568オリックス72勝55敗3分勝率。 567セーブ69勝53敗8分、勝率。566参考文献のうち、扇、萌えて勝つでは、2年続きの激しい優勝争いについて、日本人の持つ情の部分へ強く訴えるものがあったのだろうと、扇自身の思いが書かれている。10.12に関するカテゴリー。ありがとうございます。